櫛を駆使する。人間不思議なもので、ここに一本の竹串があって、それを持たせたとしますね。竹串というのは焼き鳥なんかを刺す先っぽがとんがったやつです。そうするとですね、それを手にした人はなんかこう刺したい、その辺にあるものを突き刺してみたい、そういう衝動に駆られる。なんかないかなぁなんて周りを見回したりするわけです。たまたま事務机に座っていた人はとりあえず消しゴムなんかを突き刺してみる。とにかく人間、竹串を手に持った瞬間、何かを突き刺さずにはいられなくなる。あの気持ち一体何なのでしょうね。たまたま食卓に座っていた人ならば、これはもう突き刺す対象だらけなわけだから、迷い橋ならぬ迷い串状態になる。小ぶりの里芋の煮っころがしなんかあった日には串はそこへ急降下する。プスリ、いかにも刺し具合の良さそうなとんがった先端と、いかにも刺され具合の良さそうな里芋、この絶好の組み合わせを目の前にして何の行動も起こさない人は人間的に問題がある。里芋が食べたくて刺すんじゃない、串を手に持ったから刺した、ついひょいと手が出た。多分お箸だったら手を出さなかったと思う。薬が楽しいから刺したんですね。薬の対象は大きすぎてはいけない。とんかつ丸ごと一枚を薬と突き刺しても面白くもなんともない。突き刺した後、それを持ち上げるという行為が伴わなければならない。刺さり具合が良くて持ち上げ具合が良いもの、それが薬物の条件だ。そういう意味ではうずらの卵なんかもいいな、シューマイなんかもいいな。でも僕は薬物の第一位には銀杏をあげたい。なぜかというと、薬物の条件がもう一つあるからです。それは抜き具合です。刺さり具合が良くて、持ち上げ具合が良くて、抜き具合が良い。これが世に名高い薬物の三大条件と言われているものです。銀杏は串から抜くときちょっと抵抗がある。この抵抗感は里芋にもうずらにもシューマイにもない魅力的なもので、銀杏を歯に挟んで串を引き抜くとき、人はうっとりした表情になると言われている。ここまで僕は串は楽しい、薬は楽しいということを書いてきた。ここで一つの提案をしたい。それは食卓に串をという提案である。食卓に常に串があったら楽しいと思う。この食べ物はお箸で食べるより串で食べる方が美味しいと思ったら、お箸を置いて串で食べる。よくカウンターやテーブルにお箸を置いて客を待つ店がありますね。ああいう店ではお箸と一緒に串も並べておいてほしい。箸が箸袋に入っているように串も串袋に入れる。つまり串を正式な食事用具として認可してあげようというわけです。客はそれを併用して食事をする。時あたかも串は今少しずつ社会的な地位を向上させつつあるようなのだ。そういう新しい風潮が起こりつつあるという。これまで串といえば焼き鳥という風潮があった。串、焼き鳥、赤ちょうちんという連想があった。あるいは串カツ、そういえばうなぎも串だな、でもあの串は抜いてあるな、などと思ったりした。目指しも串だな。ちびたが手に持っているのはこんにゃく、ちくわの串刺しのおでん。どうも串というと赤ちょうちんが目に浮かぶな。あと団子、団子三兄弟も串だったな。菓子系は団子までだろうな。新しい串の風潮ってなんだ。まさかケーキを串に刺したりするんじゃないだろうな。だったら
おじさんは許さんぞと、まさにその許さんケーキを串に刺すのが新しい風潮なのだ。おじさん、どうぞ怒ってやってください。本当の話なんだから。ブームの予感。串を使ったデザート&デリカ、スプーンを使って食べる生チョコ、ぶっといストローを使って飲むパールミルクティーなど、近年小道具を使って食べるデザートが必ずヒットしている。ならばスペイン料理のピンチョス人気や焼き鳥の人気復活などを踏まえて、串を使ったデザート&デリカを考案してみました。串はコテコテしたものも手を汚さずに食べられるファストフードの役割も持つ優れもの。早くもブームの予感が、という看板を掲げて、プランタン銀座の地下の食品街が串のキャンペーンを始めたのだ。売っているものはロールケーキとシュークリームの串刺し、小さな丸いカステラの串刺し、トリュフチョコ、ベーグル菓子の串刺しなど、およそ7種類。おじさん、どうか行って怒鳴りまくってきてください。